皆さんこんこにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう香港のオークション写真 AFP アフロ海外で日本の美術というより かつて将来した主に中国の作品がオークションに出品されることが近年目立っている。経済的に力のあるところにお金とものが流れるという英語清水の典型で日本市場は失われた20年の通り停滞中と言える。きっかけは10年ほど前に真相をオープンした東京青山のネズ美術館であろう関連記事東京湾で見つかった バンクシーのネズミなぜ本物とされたのか、2008年5月、クリスティーズ香港が開いた競売で、ネズ美術館が出品した中国宮廷宝飾時計15点、全点が落札され、総額約3600万米ドル、約37億円という金額となった。予想落札総額の350万から500万米ドルを大幅に上回ったのである。同館に行くと、 2階の展示室には今でも中国宮廷宝飾時計コレクションが当時は北京の古宮博物院に次ぐ規模だった。同館はそれを元気に有名建築家の手による全面リニューアルを2009年に果たしたのである。同様なことが続く。2010年、元熊本藩主、細川やコレクション衛星文庫が所蔵する中国清朝、乾隆の 紫段から草り六角光沢や、お筆秋山亭紙巻など、旧帝旧像の家具や書が、当時期等、計30点のサザビーズ香港の周期オークションに出品したのだ。セールは、10月8日に香港コンベンションエキシビションセンターで行われ、予想を上回る、総額、122億円で落。展示建物の補強や展示室の改装。 作品修復などの予算に充てられた。2016年にアジア進出30周年を迎えたサザビーズと並ぶに大巨頭のクリスティーズ本。2018年11月に開催したオークションでは、北曹期の文人、素植1037から1101年が描いた水墨画墨石図が日本で発見され、アジア開催最高落差図鑑の68億円を切る。本図は、 長さ543センチ、幅27センチの巻物に描かれており、枯れかけた木を右に、木岩を左に廃し、荒海から現れる竜を表現したものだ。素食の水墨画は他に台湾の古宮が所蔵しているものしか現存しないという希少品である。ちなみに、ここで述べた落札額にはオークション会社の手数料も含まれている。書いて、5万ドルまでは、 落札額の25%、100万ドルまでは20%、100万ドル帳は12%の手数料を払うことが決まっている。これに加え、出品手数料が1割を米状況に応じて支払われているのだ。以上、シラス、ノブヤ氏の新刊、美を見極める力古美術に学ぶ公文写真書をもとに再構成します。今ブームの日本美術の目利きになるには、 美を見極める力称